Nanda. Yoshi. どうかな? たのむな。 それではボスの攻略に向かいましょう。
us? キリト君、下の酒場で期間限定のメニューが出てるらしいよ。見に行ってみない？ なるほど。 NPC レストランにしては本格的じゃない。 これ美味しい。 このクリームパスタだよ。一口食べてみる？それじゃあ私もキリト君の一口もらっちゃおう。キリト君のも美味しい。 限定メニューと言わずずっと置いてくれないかな。 随分とまあ見せつけてくれるわよね。見ているこっちが恥ずかしくなるわね。アスナさんとキリト君っていつもあんな感じなんですか？ まあ、あんな感じといえば、あんな感じかな。まるで恋人同士みたいですね。まあ、結婚してますしね。 私も初めて聞いた時は衝撃を受けました。結婚ね。<笑>何？あんたもショックを受けちゃった？別にお兄ちゃんじゃなくて。 誰と結婚しようが、私には関係ないし。パパとママは相思相愛ですよ。子供の私が保証します。
ん子持ちなの？え、私いつの間にかおばさん？ほんと、びっくりしちゃいますよね。やっぱりレベル差がそれほどなくて、一緒に攻略進められる相手の方が有利だったってことですよ。それを言ったら、私なんて SAO にすらいなかったし。でも現実では、お兄ちゃんの病室でいつも一緒にいたんだよ。まあまあ、いろいろあるみたいだけど、あの二人の間に入っていくっていうのは、さすがに無理があるってものよね。私たちは私たちで、こうやって遠くから生温かい目で見守っててあげましょう。よくわからないけど、それが一番でしょうね。あそこに絡んでいくのはかなり疲れそう。シリカもいろんないわよね。いえ、移動終わります。シリカ、してしまうので正式サービスには採用されなかったはずなのですが、このシステム異常でなぜかレストランのメニューに並んじゃってるのよね。そんなことより、私たち何のために76層にいると思ってます？いや、戻れなくなったからでしょ。だから皆さんは甘いって言うんです。この子手がつけられないわ。受け身の姿勢でいても何も変わりません。もっと攻めなきゃダメですよ。花の命は短いんです。おかえりなさい。戦果は？クリームパスタ、美味しかったです。なんであんたも食べさせてもらってんのよ。そうじゃなくて、キリトをかっさらってくるぐらいのことをしに行ったんじゃないの？
硬くて攻撃が通りません。まあだよね、キリトのやつかなーり鈍いから。皆さん、私たちはこの世界に数少ない女子同士、みんな仲良くしましょう。ああ、よしよし。はいはい。なんか納得できない。パパもママもみんなもずっと仲良しでいましょう。お兄ちゃん、ちょっと興奮しちゃって、ゲームの中の宿屋で本当に寝るなんてやったことなかったんだ。お兄ちゃんたちはこの世界でずっと生活を送ってきていたんだよね。なんていうのかな、 ALO とは町の人たちの空気が全然違う。生活感があるっていうか、ログアウトしないでゲームの中で暮らすってこういうことなんだって感じ。攻略組プレイヤーに名を連ねる最強の戦士、黒の剣士として。なんかお兄ちゃんとは思えないな。嬉しいの。ゲームの中とはいえ、お兄ちゃんがまた剣を握ってくれてて。でも去年の全国大会でベスト8に入ったんだよ。高校だってそれで推薦もらったんだから。うん、今でもまだニュースで取り上げられてるよ。何人もの研究者さんがナーブギアの解析を試みているそうなんだけど、やっぱり分解したりするのは無理みたい。あ、うん、そうだよね。このゲームの中にいたら実際に被害があるのかなんてわからないもんね。すっごく元気だよ。仕事で忙しくても時間を見つけてはお兄ちゃんのお見舞いに来てたんだから。当然だよ、お母さんも私もずっと心配してたんだからね。そばにいるのに、触れることだってできるのに、お兄ちゃんはそこにはいなくて。だからね、なんか夢みたいなの。お兄ちゃんとこうしてまた話せるなんて。
ん。他のゲームで遊んでたら突然。お兄ちゃんは何でもお見通しか。このアバターが ALO のものなのは本当。でも、きっかけがないっていうのは嘘。私、ナーブギアを使ったの。友達が隠し持ってたナーブギアを借りて。そして、SAO にログインしたの。違う、好奇心なんかじゃないよ。好奇心なんかじゃないよ。だって私だって当事者だもん。お兄ちゃんの妹なんだから。私悲しかったんだよ。目を覚まさないお兄ちゃんを見てて泣いてたの。他の病室の SAO プレイヤーは一人ずつ亡くなっていって、次は、お兄ちゃんの番じゃないかって。病室のドアを開けるのが、いつも怖かった。私たちは家族なのに、一緒にいるのが当たり前なのに。私、何もできなかった。ただお兄ちゃんのそばで、怯えてることしかできなかったの。そんな生活耐えられると思う？だから私 SAO に来たの。お兄ちゃんともう一度話すために、お兄ちゃんの力になるために。大切なものをもう二度と手放さないために。これからは一緒にいてくれるよね。私を置いてどこかに行っちゃったりしないよね。ごめん、困らせちゃってるよね。わがままだよね、私。知らないでしょうけど、向こうの私はもう立派な大人なんだから。え？いや大人とは言ったけど、それはさすがに。この布団、お兄ちゃんの匂いがするかも。なんでもない。明日から、お兄ちゃんと一緒に頑張れるんだよね。見てるだけじゃなくて、一緒に。